はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、ナンバーアイ新曲稲妻を占っていきたいと思います。はい、ジンくんプロデュース曲でございますね。本日ゼロ時にですね、ミュージックビデオがプレミアム公開されまして、あとはですね、16日金曜日にもですね、M ステの方で稲妻が初披露されたんだけれども、この初披露をですね、私忙しすぎて見逃しておりまして、やっと今日ですね、その初披露のですね、稲妻と、あとはですね、ミュージックビデオの、はい、公開に合わせまして見させてもらったんだけれども、いやーね、衝撃、その一言につきますね。なんかね、いつも思うんだけれども、ナンバーアイの曲って、まあ、ゴートもそうだし、ボンもそうだったんだけれども、やっぱりね、初めて聞いた時にですね、なんかもう理解が追いつかないんですね。なんだったのみたいな。なんかそういう感じで非常にですね、衝撃が強い曲でございました。それもですね、ある意味ゴートやボン以上かもしれない。それぐらいですね、何回も聞いて、やっと自分の中に落とし込めていく、そういうですね、新しい分野の曲だったのかなというふうに思いますね。でも私の頭の中はですね、今ずっとですね、ズンマ、ズンマ、ズンマがですね、巡っております。はい、中毒性がね、ある曲だなというふうに思うんですけれども、で、そんな稲妻なんでございますが、やっぱりね、すごいなって思ったのは、この曲を、こんなにがっつりした曲を、あの優しくて上品なジンくんがですね、プロデュースしたっていう事実なんですね。もうすごいね、あ、ジンくんこんなの作れるんだっていうですね、なんていうのかな、驚き、それがですね、非常にあったのかなというふうに思いますね。あとは、まあ、翔くんも岸くんもジンくん全員すごいんだけれども、特に岸くんのですね、なんていうの、歌い方がですね、非常にトリッキーで面白いです。私ね、岸くんの歌声すごく好きで、いつもさ、フォーマルなバラードとかだったらさ、すごく柔らかい声してるじゃない？もうそれがすごく好きなんだけれども、やっぱりゴートとかボンでもいつも思うんですが、岸くんのああいう激しい曲を歌う時のトリッキーな歌い方がですね、もうピカイチなんですよね。あんな歌い方、ね、それだけ幅のある歌い方ができるっていうのが非常にですね、面白くって、もう本当に岸くんのですね、歌唱力にはいつも驚かされるんですけれども、はい、そういう感じでございました。やっぱりあれが面白いよね、このさ、三本指でさ、こう、ズンマ、ズンマ、ズンマってやるじゃない？あのね、振り付けが非常にキャッチーで、すごくいい曲だなというふうに思ったんだけれども、で、今回はですね、前のボンも占ったんですが、タロット的稲妻の意義占っていきたいというふうに思います。で、翔くん、ジンくん、岸くんが、この稲妻に込めた思いも占っていきます。で、次ですね、タッキーの感想でございますね。社長さんでございます。タッキーの感想も聞いていきます。でですね、次です。タイアップの可能性ですね。まあ一応ですね、噂では某アニメとですね、タイアップするんではないかっていう噂があるんだけれども、あくまで噂でございますって、それは置いといて、CM とかさ、ドラマとかさ、そういったものにタイアップする可能性あるのか、それを聞いていきたいと思います。で、最後です。世界に稲妻を送り出すためにはどうしたらいいのか、それをですね、タロットちゃんの方に聞いて終わりたいと思います。はい、ではですね、よいしょ。まず1個目。タロット的稲妻の意義ですね。それを聞いていきたいと思うんだけれども、いやでもさ、なんていうの？このお盆はですね、非常にですね、こう、私たちアイリーズにとってはですね、こう、深い、というか、盛りだくさんな、一週間でございました。やっぱりですね、有明のさ、ライブを公開してもらえたのが大きいですね。私も、行けなかったからさ、遠いから東京、地方住みなもんで、ですので、まだ子供も小さいから行けなかったんですが、いやー、よかったですね。なんだったっけ、正式名称が出てこない、なんとかコンプレックスっていう曲。あれをさ、見たときに、ほんと衝撃で、ものすごい、こう、台が傾いてたじゃない？なのにもかかわらず、こう、なんていうの？傾きながらも、あれだけのですね、難しい歌をですね、
歌えるっていうのは本当にすごいなというふうに思ったんですが、はい、ではですね、見ていきましょう。おー、なるほど。はい。はい、ではリーディングしていきたいと思うんだけれども、なるほどね。非常にですね、両極端なカードが出てきてるんですが、ではまずですね、この真ん中のカードを見ていきたいと思うんだけれども、カップのクイーンが出てます。ですので、非常にですね、愛情を込めた曲なのかなというふうに思います。で、この愛情というのはおそらくですね、ファンへの愛情だと思うんだけれども、やっぱりさ、今までのさ、こう曲名が入ってたりとか、ファンへの思いとか、そういったものがさ、詰まってる歌詞だったと思うから、そういった意味も込めて、やっぱりですね、彼らのファンへの感謝みたいなもの、そういったものが入ってるんだけれども、同時にですね、ソードの5が出てるんですね。で、これっていうのは、まあ、言葉結構ね、正しいかわからないんだけれども、相手を蹴落としてでも上に行くぞっていう、そういうですね、かなりですね、強い意味のカードになるんです。ですので、愛情を込めてるんだけれども、その反面、自分たちを、こう、なんていうのかな、邪魔したりとか、そういったことをしてくる人たちに対しては、もういい加減にしろ、俺たちは上に行くからな、みたいな。なんか、ね、歌詞の中でも、もっと上上っていう歌詞がありましたけれども、なんかそういうですね、非常に、いつもね、優しい彼らの、様子からは、あまり想像できないくらいの非常に強いですね、こう、なんていうのかな、思いが入ってる曲でもあるし、周りにそれを見せつける曲でもある、周りを牽制する曲でもあるっていう風に言ってますね。うん、で、この曲ですね、ペンタクルのナイトも出てるんだけれども、これが出てくるってことはですね、やっぱりですね、非常にですね、積み上げて積み上げて作ってきたものだったのかなというふうに思います。ですので、彼らがこれから進む上において、必要なステップだったという感じ。ですので、非常に攻撃的な、なんていうのかな、こう、力を持ってはいるんだけれども、それは彼らにとって必要で、真面目に着実に作られてきた。そういうですね、意味合いが込められてるっていう風に言ってます。ただですね、一個だけ心配なカードがあって、これです。ワンド7が出てます。ですので、これ逆向いてるんで、やっぱりね、良くも悪くも非常に強い曲ではあるんですよ。ですので、こう、なんていうのかな、ある意味で、一部の人には受け入れてもらえないというか、賛否両論巻き起こる、そういうですね、曲なのかなというふうに思います。ですので、なんていうのかな、まあ、まとめるとですね、非常にファンへの愛情を込めて真面目に作ってきた楽曲であって、ファンへの愛情を込めてる反面、自分たちに、まあ、災いをもたらすものに対しては、非常に攻撃的な、意味も込めた、そういうですね、まあ、なんていうのかな、こう、周りを圧倒する曲だっていう感じが出てる。で、賛否両論巻き起こる可能性があるっていう感じかな。はい、ではですね、タロット的稲妻の意義とはそういう感じでございます。では次です。翔くん、ジンくん、岸くんの思い見ていきたいんだけれども、どうしようかな、どういう風にしようかな。ではですね、このなら、あー、でもいつも翔くんはこれで占っているから。じゃあですね、いつもですね、猫ちゃんのタロットで、岸くん占ってるんで、猫ちゃんタロットで岸くんの思いで、大きいタロットでジンくんの思いで、茶色いタロットで翔くんの思い占っていきたいと思いますね。では、まずは、ジンくんから展開していきますけれども、そうね、もう全員展開しようか。はい、ではですね、見ていきたいと思いますね。
はい、ではリーディングしていきたいと思うんだけれども、なるほどね、はい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 、では見ていきたいと思うんですが、まずですね、ジン君の思い見ていきたいと思うんですけれども、あ、今回ですね、気持ち占うスプレッドでございまして、逆位置取らずに見ていきたいというふうに思うんですが、あのね、ジン君はですね、やっぱりこの曲に非常に愛情を持ってます。さっきにも出てきましたカップのクイーンですね。ですので、あのファンへの思いとかそういったものを詰め込んで作ったっていう感じがありますね。で、次です、ワンドの5が出てます。ですので、これ闘争って意味がありますから、やっぱりね、さっきも出てきたんだけれども、戦うための曲なんですね。戦いなんですよ。ですので、非常に強い力がある、うん、そういう思いを込めて作ってる感じがあるのかなというふうに思います。ある種攻撃的な、そういうパワーが込められてる曲なのかな、ジン君にとっては。で、ジン君これを作ったことによって、運命の輪のカードが出てます。ですので、非常にですね、やったー、できた、成功したーっていうですね、思いが強いのかなというふうに思います。ですので、とても特別な曲、ジン君にとって、はい、そんな感じがするのかなというふうに思いますね。はい、では次です。岸君のですね、思い見ていきたいんだけれども、まずですね、岸君はね、そんなにこの曲にですね、こう自分がああしたいこうしたいというのはなくて、基本的に受け身なんですね。ですので、やっぱり、ジン君がやりたいこと、それをですね、体現したい、そういうふうにですね、思って頑張ろうとしてるんだけれども、なんかね、変なカードが2枚出てるんですよ。これがね、ちょっとね、裏事情がわからないからよくわからないんだけれども、ソウルの10が出てます。で、これね、あの良くない予感が的中するとか、そういった意味があるんですよ。ですので、もしかしたら前のご配信の騒動ありましたよね、稲妻って。です、それが噛んでるのかなというふうに思うんですが、なんかね、良くないことが起こったみたいな風に思ってる感じがあるって、騒動の中出てるんですって。これがですね、策略とか裏切りとかそういった意味があるんだけれども、なんだろう、なんかあったのかな、稲妻の裏で。うん、なんかね、よくわからない。もしかしたらこう決まりかけてた仕事が何者かの裏切りによってダメだったとか、なんかそういう策略を巡らされたとか、なんかそういう感じで思ってるところがあるのかなというふうに思うんですよね。ちょっとこれわからないんで、皆さんの考えにお任せしたいと思いますね。で、最後です。翔くんの思いなんだけれども、非常にですね、大事な曲ですね。カップの3が出てます。これ、友愛っていう意味があるんだけれども、3なので、やっぱりですね、こう、なんていうのかな、この3人で作り上げたっていう思いがですね、強いのかなっていうふうに思いますね。3人の曲だっていうふうに思ってる。で、チャリオットのカードが出てます。ですので、非常にですね、これを歌ってるときは、こう気持ちが前向きになるというか、ガンガン前に進む、これでもっと上へ行くぞ、戦っていくぞっていうですね、なんかそういう非常に強い思いがあるのかなというふうに思うんですね。ただそれと同時にソードの9が出てるんですよ。で、これが何かっていうと、思い込みによる絶望って意味があるんですね。ですので、なんだろうな、思い込みだから翔くんの思い込みなんだけれども、もしかしたら、ジン君の世界観をもっと体現しないといけないのにうまくいかないとか、なんかそういう感じで、ある意味悩んでる、ところがあったりなんかするのかなというふうに思いますね。それで考えるのであれば、このソード7もちょっとわかるんですが、これ自分をもっとよく見せるとか、そういった意味があるんですよ。ですので、なんか、あれだね。こうジン君ワールド、その世界観をさ、作っていく上でやっぱりこう足りないって思ってるところがあってっていうところなのかな。ちょっとね、今回は難しいです。もしかしたらこの稲妻裏に事情がある可能性があるのではないかなというふうに思いますね。はい、申し訳ございません、ふわっとしてしまいました。はい、では3人の思い、そういう感じ。では次です。タッキーの感想を聞いていきましょう。よいしょ。タッキーね、前もですね、前なんだったかな、ボンを占った時ですね、こうもしかしたら3人がどっか行っちゃうんじゃないかっていう風にですね、思ったっていうですね、
結果が出たんですが、さあ今回はどんなカードが出るのか見ていきたいと思いますね。はい、ではリーディングしていきたいと思うんだけれども、なんかタッキー大変そうね。アイデア見ていきたいと思うんですが、まずですね、ソードのキングが出てます。で、これが逆向いてるので、これですね、自分のやり方を貫くって意味があるんですよ。だから、やっぱりね、さっきの、稲妻の意義とかでも出てきたんだけれども、非常にですね、愛情を込めて作ったものであり、同時に彼らの闘争心の化身なんですよね。ですので、まあ、それを見て、なんていうのかな、非常に強い心というか、彼らの、まあ、ある意味での頑固さみたいなものを感じて、わあ、これはすごい、譲らないものを作ってきたなというふうに思った感じがあるのかなというふうに思います。だからこそ非常にこれをですね、扱うのはプレッシャーがかかったというふうにですね、思ってる感じがあるんですよ。ですので、まあ、今回のですね、ミュージックビデオを全編海外で撮ったってことなんですけれども、やっぱ海外ロケって大変じゃない？ですので、まあ、そういったことも含めまして、まあ、相当ですね、プレッシャーを自分にかけながらですね、いろんなものを準備したっていう感じがあるのかなというふうに思うんですよね。なんだけれども、なんかね、それが報われたっていう風に思ってる感じがあるんですよね。すごい、まあ、彼らのいろんな意味での芯というものを見たし、それが揺るがないのも見たし、それを売り出すもう大変さも分かってんだけれども、報われたし、これで一つの新しい地位みたいなものを築くことができるっていう風に、タッキーは思ったっていう感じがあるのかな。いや、なんか、これ見るとタッキー大変だなと思いますね。やっぱりさ、ナンバーワンのみんなってさ、いろんなね、昔からさ、いろんな動画とか見てるから思うけれども、本当にいい子たちなんだけれども、やっぱりさ、いろんな曲見てて思うけれども、やっぱ譲らないところがあると思うんだよね、自分たちの世界観。それをさ、こう、うまく操縦していくのってやっぱ大変だと思うんだけれども、でもそれをなんとかやってくれてるタッキーの、まあ、そうだね、苦労と、あとは報われた感っていうのがですね、出てるのかなっていうふうに思いますね。はい、ではタッキーの感想、そういう感じ。では次です。タイアップの可能性でございますね。さあ、これでございますよ。タイアップの噂あったけどさ、まあ正式には全然話が出てないので、まああったのかなかったのか、なくなったのかわからないんだけれども、では、これからですね、そういった CM とかさ、そういったものにですね、この稲妻使われる可能性ありますかってところですね、見ていきたいと思います。でもね、私個人的に思うんだけれども、やっぱり今の時代結構さ、前のブリンバンバンボーン、クリーピーナッツさんのとかでも思うんだけれども、やっぱりアニメとのタイアップってすごくですね、重要なんじゃないのかなというふうに思うんですよね、世界に売り出す上で。やっぱりさ、なんだかんだ言ってジャパニメーションって強いわけですよ。ですので、そういった意味でいくと、やっぱどこかでナンバーアイもですね、何かのアニメーションとタイアップするっていうことがですね、非常に重要なんではないかなっていうふうに思ったりなんかするんだけれども、やっぱりさ、CM とかドラマだとさ、まあドラマって言ってもね、海外配信もありますから、まあそれでもいいんだけれども、やっぱり世界に売り出すためにはさ、そういったものが必要なんじゃないかなっていうふうに思ったりなんかするんだけれども、はい、ではですね、見ていきたいと思いますね。はい、ではリーディングしていきたいと思うんだけれども、全部逆向いてる。なのでタイアップの可能性、まあボンもなかったよね、確かね。ですので、可能性としては稲妻も低いのかなっていうふうに思ったりなんかしますね。現時点では、
うん、タイアップの可能性少ないっていう風にタロットちゃんは言っております。はい、ではタイアップの可能性そういう感じ。では最後です。世界に稲妻を売り出すためにはどうしたらいいのかってところですね。タロットちゃんとあと日本の神様カードに聞いていきましょう。さあこれですよ、やっぱりさ、世界よ、世界ね。やっぱり彼らの最終目標って世界に売り出すことじゃない？ですので、前のボの時もそうだったけどさ、これどういう風にすればいけるのかってところですね、見ていきたいという風に思いますね。はい、ではリーディングしていきたいと思うんだけれども、なるほどね、はいはいはい、では見ていきたいと思うんですが、あのね、ある意味でこうナンバーアイをですね、ファン空間だけの存在で終わらせてはいけないっていう感じがあります。ですのでやっぱりいろんなさ、こういう曲歌ってほしいとか、ああいう雰囲気でいてほしいって思うのはあると思うんだけれども、そうではなくて彼らの独走を許してあげる、彼らの世界観をもう彼ら自身だけの思いでこうなんていうのかな、表すのを許してあげる。で、それを公平に評価してくれるところに出すと、そうすることによってみんなに評価されるよというふうに出てますから、ぜひですね、こう私たちだけのアイリーズだけのナンバーアイではないっていう感じかな、伝わるかな、わかんないんだけれども、なんかそういう感じですね、彼らを送り出してあげるといいのかなっていうふうにタロットちゃんは言っております。では最後です。日本の神様カードに聞いてですね、終わりましょう。よいしょ。この辺かな、もうちょっとここら辺。おー、竹見和地の王の神様が出てまいりました。はいはい、竹見和地の王の神はですね、勝利の神様になります。あとは直感と行動力です。ですのでやっぱりですね、あの先ほども言った通り、彼らの独走を許してあげるっていう感じかな。彼らの行動、直感、そういったものを全て許して、その勝利を信じてあげることによっていい方向に進むって言ってますから、ぜひですね参考にしてほしいと思います。はい、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。あとですね、見たいよって占い等ございましたらコメント欄の方に書いてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。